やらないといけないの？姫の求めているド S 教えてほしいな。姫のために僕学んで、姫の理想のイケメンになりたい、理想のイケメン、うん、理想のイケメンになった後、ずっと思ってたこと言ってもいい、うん、いいよ。でっかいおっぱいに顔をうずめてみたい。あ、どうぞ。やったー。理想のイケメンじゃなくてもいいな。理想のイケメンとは今ほど遠いセリフを言ったけどね。うん、ずっと思ってた、でっけえおっぱい触ってみたいなって。あ、いいよ、どうぞどうぞ。うちでっけえおっぱいではあるけど、まあメロコさんほど大きいおっぱいの人はあまりいないんだ。昨日リグロス、はい、あの率がね、あのすっとんとん率が高い。 あ、なるほどね、うん、いやいいのよ、なんかあの何チッパイジャスティスっていうのがあるから。チッパイジャスティス、そうそう、だからいいの、うん、大きくなくていいの、やっぱりね、うん、大きさじゃないのよ。大きさじゃないんだ。大きさじゃない。僕もペッタンタンだからな。うん、ペッタンタン、ペッタンタンでもいいのよ。いいんだ、大きさは関係ない、うん、関係あるのは何ですか。はい、関係、感度、サイズではなく存在、感度、あのやっぱそうですね。あのちょっと揺れるかどうかってこと。揺れるかどうかってことよ。フィジックのことよ。揺れないよこれ。大丈夫かな僕。あ、だから一応、うん、見えてないだけよね。脱ぐか。いや、脱がないで、脱がないで。ダメか。あなた、ちょっと途中まで脱いちゃった。あ、ダメよ、あなた、あなたアイドルなんだから、ダメ。そうでした、そうでした。そう、切るか。だから、うん、別に、うん、そのままでいたらいいと思うわ。そうなんだ、青くんは。うん、ド S のやつはね、うん、もっとなんかこう、お前に拒否権ねえからみたいな感じでやってくるから。本物だ。そう、本物のド S は拒否権すら与えてくれないんだ。でもう早速、うん、もう壁に追いやられていろいろされてしまうから、もうこちら、こちらには拒否権がないの。壁にドン、うん、拒否権なくチューするってことだね、うん、そうそうそう、勉強になります。メモメモ